とうございます。こんばんは、登場事変です。押してるので次の曲いきます。らしいっすよ。なんかね、無理だよね、本当に。ね、なんかまあ引退はずっと、まあぶっちゃけ卒業込み込みで小中高とまあ経験してるわけで、けどまあ通過儀礼みたいなもんかなみたいな。うん。それですよ。あの。それぞれ楽しかったけど、まあ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 次に進むということで、当然僕かなと思ってたけど、ギター部なんかそうはいかないですね。名残惜しいですね、結構。
すごい。ツンデレだ。いやあのね、そう客席で今日ずっと泣いてんだ俺。ずっと泣いてたんだけど、ベガスはごめん、あの見てたよちゃんと。あのそうさっきシンゴピック飛ばしてたじゃん。俺にもくれて。そうなんかそれで弾いてたんだけど、これ弾きやすいね。であとまあね、あのあごめん押してるよね。ちょっとあの誕生日、俺の誕生日から始まってこの32月祭がで、なんかまあいろいろ物ももらって、このコーヒーもなんかもらったやつだし、ちょっとポッキーにはミンティア入ってて、で足元にはシンゴが去年の誕生日にくれたあのフランジャー、まあこれ使うと音スッカスカになるから絶対に使わないんだけど、あのまあお守り代わりでね置いといてって感じで、なんかちょっといろいろ思い出深いものを持ってきて演奏してみました。まあごめん、K ね、歌舞伎町のジョーやりたいって言ったのにめちゃくちゃミスっちゃって。いいよ。ね、あそう、あじゃあごめん、簡潔に言うと、俺らここに入ってきて最初に K とこの登場事変をやって、だから6月祭登場事変で始まって、まあ、こうして一体現役中って登場事変で終わるっていう、うん、なんか感慨深いね。気づいたら一緒に会計もやってて、でまああの K もいろいろ大変でね、なんかみんな会計俺しか仕事してないみたいな思ってる人いるみたいだけど、えなんかねちょくちょくね、じゃあ話を違うんだよ、話を聞くんだよ、そういう話を違うんだよ。だまあこういうねいい連携プレーでやってる、あの本当あのマジであのいろんなベースの人の話とか演奏とか見てて、まあね、いろいろ言いたいことはあるんだけど、時間がないってことでちょっと三役の人だけにちょっと今は絞らせてちょっと言いたいこと言ってもいいですか。まず、あの会計、あじゃあもういいよ、K は後で言うわ個人的に。で、じゃあ分かった、 K ね、うん、本当はありがとうね。そう、まあ、会計の仕事をいろいろやってきたけど、本当になんだろうね、こうやっぱ仕事って 100% 完璧にできないもので、こう手の届かない細かいとこを K がうまくフォローしてくれて、こうやってこれてね、なんかうまくいったわ、ありがとう。あとこれからねお金払って挨拶することあるけど、であ、でも先部長行っていいかな。いいよ。すげえ物申したくて、いや、ほんとに伊達クソ部長なんですよ。そうだもうね、ただ伊達ユーマのことは大好きです俺。おダテクソ部長のことは嫌いだけど、伊達ユーマのことは好きなんで、あのそういう誤解しないで、ただ部長としてはちょっともうちょい頑張れよと思いたい。最後ね、あのフジファブリック頑張ってください。で、シオンは、いやマジであいつすげえ頑張り屋で、本当に多分三役の中で一番働いてるっていうか、もう目立たないことばっかで、そう痛い目ばっか見て、それは葵の仕事ということで。本当に何だろうね、いやうちの部活三役5人いるけど、80% くらいシオンのパワーなんじゃないかなって思うくらい、こいつ俺の勝ちだわ。で本当にだから多分うちの三役がうまく回ってた理由いろいろあると思うけど、結構シオンはでかいと俺は思ってて、本当にありがとうございました。で最後葵、マジ泣くからやめて。まあぶっちゃけ俺らいろいろバチバチしてたじゃん最悪。けどね、葵がいたからなんかそういう空気も和んでね、回ったよね本当に。だから本当に、いや言っていいかな、ぶっちゃけて俺もうさ最悪やってて、何回も心折れかけて、しんどくて正直、まあ、部のためになってるからなんかそういう意味では苦じゃないんだけど、やっぱ個人的に辛いものはいろいろあって、けどなんかそういう時なんか支えてくれたのって大体葵なんだよね、三役の中では。もちろんそのシンゴとかヤタベとかさ、友達がたくさん支えてくれたのもあるけど、その三役っていうものにおいては結構葵に支えてもらった面がでかくて、なんか本当に一緒にやれてよかった。
ね、これ以上言うと泣いちゃうから、ね、あの本当にあの俺話つまんないしこんなやつだけど、ね、あの本当3年間受け入れてくれてありがとうございました。本当にいやー公平はいいかな冗談冗談冗談あの本当にあのごめん押してるねごめんね。あの本当に3年間ありがとうございました。じゃあ私から東条圭です。こんばんは。いやもう引退ですね。早いなんか3年間超早くていろいろありましたけど、部活なんか学科の友達といる時の私よりもこうやってギター部の人たちと一緒にいる時の私の方が、私はすごく自分がその自分が好きっていうか、そのみんなと一緒にいる時の自分が好きで、気づいたら笑ってるし、気づいたらなんかもうちょっと塩泣かないでなんかなんだろう、欲しい時にくれる、欲しい言葉をくれるんですよね、私の周りにいる人は。ギターズのうん、なんかすごくいい出会いがあったなと思って感謝してます本当に。で、うん、4年生の皆さんには本当にたくさんお世話になってね、遊んでくれたりとかご飯行ったりとかいっぱいしてくれて本当にありがとうございます。すごい嬉しかったです。また遊んでください後輩のみんなはなんかもうここら辺にいるのみんな後輩でめっちゃ嬉しいんだけど、なんかもうね、全然ダメダメな先輩だったのについてきてくれて、ケイさんとかケイちゃんとか言ってくれるのがすごく嬉しくて、なんかすごく後輩なのにね、しっかりしてる子も多くて助けてもらったりいろいろして本当に感謝してます。ありがとうございます。3年生にはなんかもう、なんか最初仲いいのか仲悪いのかちょっとよく分かんなかったけど、この間の部会で写真撮ろうってなった時とかもみんなめっちゃワイ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 楽しそうにしてる姿を見て私はすごく嬉しくて、なんかもうね、三女すごい人数減っちゃったんだけど、ここまでやってこれたのはね、みんなで支え合ってきて、辛い時は誰かに相談したりしたらみんなでご飯行こうとかなったり、二乗会とか三乗会とかいろいろやりましたけど、まあ私ベロベロに酔っ払ってましたけどでもみんな楽しそうにしてくれて、二乗会三乗会やってよかったなって思ってます。で、なんだろう、ちょっと個人的になるんですけど、さきは10回組んでてね、なんかびっくりするぐらい組んでて、いろいろ助けてもらったり相談したり相談されたり、なんか先にとってはどんな存在かわかんないけど、私はすごいとても大事な存在です。ありがとうございます。本当に3年間充実してたなって思います。本当にそれはみんながいてくれたからで、みんながケイちゃんとかケイさんとか声かけてくれるだけですごく嬉しくて、それだけで頑張ろうって三役頑張ろうって思ってやってこれたし、全然ダメダメな三役のうちの私だったかもしれないんですけど、でもそれでもみんなあったかく迎えてくれて嬉しかったです。ありがとうございました。
じゃあちょっと待ってくださいね。私が高校1年生の時にすごく好きで最初にやった曲の曲で引退したいと思います。じゃあ最後の曲いきます。群青日和。新宿